楽しい時間。おはようございます。おはようございます。今日もみんなの先生香織先生たちです。さあ今日はね、早くポカポカ暖かくなってほしいなと思って、うん、今日はね、春が来るように折り紙でチューリップを作ってみようと思ってます。どんなチューリップかな、幼稚園のお庭にもね、ちょっとずつ芽が出てきてると思うんだ。楽しみ、楽しみだね、うん、さあ今日は折り紙でチューリップを作っていきます。じゃじゃじゃーん、ちょっと大きめの折り紙持ってきちゃった。では折っていくよ。さあ折り紙、色がついてる方と白い方があると思うんだけど、白い方も見ながらスタートします。いきますよ。じゃーん、とんがっているところととんがっているところ、お山合わせます。あら、なんか形が変身したよ。膨らんでるところ、お指でアイロンビヨーンって忘れずにしてね。四角から三角になっちゃった。そしたらこことここ、今香織先生のお指があるところを上に持っていきますよ。じゃあ右側から、じゃ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 ーん、お山のてっぺんの近くまで持っていって、膨らんでるところアイロン、ピュッ。次反対側もお山のてっぺんの近くまで持っていくよ。キュ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 、よいしょ。持っていったら膨らんでいるところはアイロン、指でギュ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 、そうすると戻らなくなるよ。さあチューリップの形これでできたんだけど、今日はもう一つ、これで終わりでも大丈夫だけどちょっと難しいの頑張ろうかなって思ったお友達はくるりん裏返します。そしてこことここ、わかるかな、お指のこうね、ちょっとくるくるくるって変えるよ。くる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 って、ここを少し折ってみます。そうするとちょっと形の違うチューリップができます。よいしょ。反対側もまたくる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 って自分の方に持ってきてね、ここをキュッ。そうするとじゃじゃーん、ちょっといびつになっちゃったかな。ほら、さっきのチューリップがこっち、折るとこんな形のチューリップができます。出来上がり。どう、ちょっと形の違う、色は一緒だけど形の違うチューリップも出来上がりました。じゃあ今日は後ろのところに香織先生と一緒に飾っちゃおうかな。香織先生もできた？できたよ、見て見て、じゃじゃーん。私も2つの、あー本当だー、チューリップ作ってみました。ちょっと、うん、飾ってみ、飾ってもいい？うん、ペンでね、葉っぱを描いておいてください。素敵、緑の葉っぱがいっぱいあるから好きなとこに貼っていい？いいよいいよ。どこに？じゃあ大きいのもね。じゃあ私はまずこの端っこに黄色ぺったんこ。ぺったんこ楽しいね。ね、ぺったん。だんだんチューリップが増えてきて素敵な素敵なお花畑みたい。じゃあ次、ちょっと。そういえばさ、チューリップまた来るのよ。あ、そうだよね。歌ってみる？うん、歌いながら歌ってみる。そうね。三、はい。さいだ、さいだ。もう早くこうやっていっぱいチューリップが咲いて、ね、ポカポカ暖かくなるといいね。楽
しみだね。何色のお花が幼稚園のお庭に咲くか、ぜひぜひ見に来てほしいなと思います。さあ、じゃあ今日はこのチューリップ作りね、おしまい。またね。お知らせいきたいと思います。はい、2024年度4月入園の年少組と4月入室の2歳児クラス、月と木週2回のひよこクラスに若干の空きがあります。園見学も可能ですので、気になる方は若竹幼稚園、川崎の若竹幼稚園までご連絡ください。そして若竹幼稚園の園庭開放は基本的に毎週土曜日に開催しています。在園児のお友達だけではなく、これから幼稚園の方、卒園したお友達、地域の皆様も 大歓迎です。そして園庭開放では月に1回を目安に、子どもたちみんなが楽しめるイベントを企画しています。次回のイベントは3月の16日、はい、幼稚園バスを見よう、乗ろう、撮ろう、ぜひぜひお越しください。